実際にステント系を、まあ、どういうふうにやっていくかというのを、まあ、実際の症例を見ながらちょっとお話したいなと思います。これは LAD のトゥルーバイファケーションリージョンで、まあ、こんな感じのトゥルーバイファの症例なんですけど、まあ、まず LAD、プロビジョナルステンティングということで LAD にステントを置きました。で、LAD の OCT はこんな感じで、こっちが、まあ、ディスターの、まあ、ランディングゾーンということで、これ見ますと、内腔径で言いますと、まあ、2.72、ミンが 2.72 ですので、まあ、日本流のやり方で、まあ、0.25 サイズアップで3ミリぐらいかなと。その一方で血管径で言いますと平均径が 3.48 なので、これを超えない最大ステントサイズイルメン3でいきますと 3.25 かなと、この2つの選択になります。ただやっぱり注意しないといけないのはディスタールばっかりを見るんじゃなくてプロキシマール当然注意しないといけないかなと思います。この症例ではプロキシマールこの部分に選択したんですが、これを見ますとミーンの内腔径が 2.68 でこれ EL が追えない症例ということになります。なのでこの 2.68 っていうのを考えますと、まあ、こちらの2つの選択肢から3と 3.25 どっちがいいかということなんですが、やはりこれは無理をせずに 3ミリの距離が26なので26を選択するというのが無難なのかなというふうに思います。まあ、こちらの内腔径見えないんですけど、これ、まあ、日本のやり方 0.25 サイズアップすると大体3ぐらいになりますので、まあ、当然ディスタルとプロキシマルと、まあ、より、まあ、ちっちゃい方を選択した方が無難なのかなというふうに思います。で、次にこれちょっと、2ステント、ストラテジーを取った症例ですので、まあ、D にもステントを置いたんですけど、D の部分を見ますと、まあ、キロットステンティングをしたんですが、D の部分では内腔径は 2.29、平均の内腔径。なので、まあ、0.25 サイズアップで 2.5 かなと。その一方で、EL を見ますと 2.75 と。じゃあこれどっち取るかということになるんですけど、まあ、これ後からステント入れたので、キロットで入れたので、プロキシマルのことは考える必要はないっていうところなんです。まあ、実際に、これが仕上がりなんですけど、まあ、非常に綺麗な仕上がりで終えれたかなというふうに思います。で、次に主な機能の、まあ、アポジションとエクスパンジョン、まあ、最後の評価のところ、まあ、追加拡張がいるかどうかを判断するというところをお話したいと思います。で、アポジションに関しましては、まあ、ご存知のようにアポジションインディケーターというのがありますので、こういうふうにマラポジションがあると赤で記されます。まあ、この赤の設定なんですけど、このメニューボタンからこのステントというのを選びまして、ここで自由に、まあ、300マイクロ以上赤にするとか400マイクロ以上赤にするとかっていうことができます。で、マナーポジションの指標なんですけど、これは ESE のガイドラインから出てるものなんですけど、まあ、はっきりしたスタディっていうのはあまりないみたいなんですけど、まあ、距離で言うと、まあ、400マイクロ未満っていうのは、まあ、場合によっては、慢性期にはくっついてくるかなということが考えられてますので、400マイクロを一つ指標に、まあ、ESE のガイドラインでは、提唱されています。で、次に、まあ、ステントの拡張。これは、まあ、最大限注意しないといけないところかなと思うんですけど、今、アプティピューの特徴として、そのステントの拡張を、まあ、瞬時に判断できるソフトが、機能があります。で、そのソフトなんですけど、2つのモード、テーパードレファランスモードとデュアルレファランスモードという2つのモードを備えていて、まあ、先生方もご存知のように、これを2つどう使うかということになるんですが、まあ、うちではテーパードレファランスを基本的にはデフォルトで使っています。で、ただ、デュアルレファランスのやり方っていうのは、実は先ほど言った、その、イルミエン3という OCT の代表的なスタディで使われプロトコル上使われていたやり方になります。で、このあたりちょっとお話ししたいなと思います。で、テーパードモードなんですけど、まあ、読んで字のごとく、まあ、血管は、まあ、速視を出せばそれだけテーパーしていくっていうこのところを、まあ、コンピューターでシミュレーションして出すと。で、ここにあるように、まあ、これ大阪大学の中村先生がこのイルミオプティスのソフトではなくて同じ考え方で出した結果スタディなんですけど、まあ、血管がプロキシマールがあって即死が出た後そこはテーパーして小さくなると。で、ここにあるように、まあ、実際の内腔面積と、まあ、コンピューターでシミュレーションした理想的な内腔面積、このテーパーを考慮した内腔面積の差を比をエクスパニョインデックスというもので出しまして、で、そのイベントとの関連、ミニマル一番小さいところですね、エクスパニョインデックスの一番小さいところがイベントと関連するということを報告されています。で、そのカットオフが 73% ということで報告されていますので、まあ、オプティスのソフトと完全に一致ではないんですけど、まあ、考え方としては一緒ですので、まあ、この数値っていうのは使えるんじゃないかということでうちでは参考にしています。まあ、実際にこれLAD のバイワケーションリージョンでここからここまで D をまたいでステントを置いた症例なんですけど、これをテーパードリファランスで評価すると 84% っていう数値が出ます。これ一番小さいところがここにワンポイント出るのと、ミニマルステントエリアのポイントが出ます。で、この 84% っていうのは中村先生のスタディで合わせると十分な結果ということになります。
で、ただこれを、まあ、あえて例えばデュアルレファナンスモードで評価すると、まあ、このようにな結果になります。デュアルレファナンスモードの特徴としては、ステントを自動的にこう二分割して、で、二分割の前半分は前のレファナンスで、後ろ半分は後ろのレファナンスで評価すると。したがって、この前半分の評価の時に、ここ 66% っていう低い値になってるんですけど、ここの前のレファナンスが、即死が出た後のところも評価してしまっていると。そのため、どうしても小さい数字になってしまうというのが、これの分岐部とかになると、こういう特徴が出てしまうかなと思います。なので、テーパードレファナンスモードが、やはり使いやすいのかなと思います。まあ、実際に、まあ、イルメン3の、結果を見てもその通りかなと思うんですけど、イルメン3では、まあ、このやり方をやって、できれば、どちらも 90% 以上、アクセプタブルオプティマル 95% 以上がオプティマルとしているんですが、90% 以上のデータを目指してほしいということでやったんですけど、まあ、実際には90% 未満というのが、まあ、6割ぐらいになっていたという結果になりました。なので、やっぱりちょっと難しいのかな、この、デュアルというのは使うのはちょっと難しいのかなというふうに思っています。で、あと1点、エクスパンジョンを評価する際の注意点なんですけど、まあ、こういうふうに自動的にステントを取って、これ数値見ると 96% いいなっていうことになるんですけど、これあくまでも注意しないといけないところが、これステントの両端400マイクロの部分を自動的に取ります。で、400マイクロっていうのは、このロングプルバックでは2スライス、で、ハイデンシティモードでは4スライスっていうことになるんですけど、ちゃんとこのレファナンスが正しいレファナンスなのかっていうのを評価する必要があります。まあ、この症例で言うと、レファナンス取ったところはこんな部分のところを取っちゃってるんですね。で、こういうところをレファナンスとして評価するっていうのは、やっぱり数値としておかしいんじゃないかっていうところで、まあ、この中村先生のスタディでも、このステントの両端5ミリ以内のところのいいところを取りましょうっていうことになってるんで、この5ミリ以内の中でレファナンスとして正しいところを取りますと、まあ、ここのところで動かせるんですけど、まあ、実際には 69% という低い値になりました。まあ、あくまで数値ですので、常に数値だけで左右されるんじゃなくて、まあ、このレファナンスが正しいものかどうかっていうのもチェックする必要があるかなと。これ動かした後に戻したければ、このボタンを押せば戻せますので、まあ、こういったところは注意点かなと思います。で、ここから石灰化と分岐部、最後にちょっとお話したいと思います。で、まあ、やっぱり OCT は石灰化に有利だっていうのは、もうご存知の通りだと思います。その一つに厚みが計測できると。まあ、厚みからバルーンでいくのか、ローターでいくのかっていう治療戦略に役立ちますし、まあ、走行から、まあ、ローターバーの、まあ、走行というのも大体推測できて、そこからバーサイズの決定っていうのが行えますので、このあたりを簡単にお話したいと思います。まあ、ご存知のようにこういったデータが出ていまして、まあ、久保先生と前島先生から出てるんですけど、まあ、カルクがどれぐらいでバルーンで割れるか、どれぐらいまでバルーンで割れるかっていうところなんですけど、大体600マイクロぐらい、500、600マイクロぐらいはバルーンで割れる可能性があると。ただ、当然カルクが180度だけっていうことになれば反対側が乖離するだけですので、まあ、このアークが230度以上っていうのが前島先生のデータっていうことになっています。で、次に、まあ、ローターなんですけど、まあ、この症例では、このような、全周性のカルクを認めてまして、まあ、これを計測しますと、ミン、最小の、厚みっていうのが680マイクロっていう結果になりました。平均で830マイクロ。さすがにこれをバルーンで割るっていうのはちょっと厳しいかな。割れたとしてもだいぶカルクは残るので、ちょっと辛いかなということで、これはローターをしています。で、ローターなんですけど、これロックフレガイドで入ってますね。175をやって、まあ、こんな感じでしっかり開いていると。まあ、175でやったので175ミリぐらいの内空径を得られているということになります。で、バーサイズなんですけども、このカルクを見て決めていくんですけど、カルクと OCT の位置関係を見て決めていくんですけど、まあ、大体やりやすいのがここはちょうど1ミリなので、2ミリぐらいのこういう OCT を中心にした下層円を考えます。で、まあ、この下層円で、を、まあ、超えて石灰化があるかどうか、まあ、ローターがこうズドンといったときにこれがパーフォレーションにならないかどうかっていうのをみんな見て想定しながら、まあ、このバーサイズまではいけるねということで決めています。まあ、実際にこの書類で175これぐらいなので、こんなふうに多分削れるだろうということを推測してやりました。でも実際にこんなふうに削れましたので、まあ、こんな、まあ、全スライスで、まあ、パーッと見ながらイメージしながらやっていくんですけど、まあ、こういうふうにやっていたら、その使っているガイドに対してどこまでのバーサイズを使えるかということが、まあ、OCT で選べるかなというふうに思います。ただ、まあ、もっともっと詳しく知りたいという先生方は、もうこの7月18日に当院から石灰化の、ウェブライブということを、まあ、柴田先生、七瀬先生からありますので、まあ、ぜひぜひご覧になっていただけたらなというふうに思います。で、最後に分岐病変について。
で分岐病変に関してはやっぱり先ほど申し上げたようにステントの件に関してはより大きい方が有利になることもありますので、まあ、EL を考慮していった方がいいかなと思います。でプレの OGT では側周径の本管のプラークの正常に注意すること、これは後で申し上げます。で 3D がやっぱり最大 のポイントですので 3D を見る際には、まあ、いろんなポイントがあるということを、まあ、お話したいなと思います。でこれまず一番だよく、まあ、ご存知の先生方も多いと思うんですけど有名なペーパーですので、まあ、どこを見るか分岐病変プレで引く場合にどこで見るかということなんですけど、まあ、こういうふうに LADD のバイファケーションリージョンでこの分岐側視の真反対にこういうふうにカルクがあると、まあ、こちら側にステントが開かないのでやはりカリーナシフトをしやすいということが新東京病院から報告されています。これは非常に、まあ、カルクは分かりやすいですし、まあ、非常にいいデータかなと思うんですけど、まあ、こういったところに注意する必要があるかなと思います。次に 3D の、まあ、利点といいますか、まあ、これ 2D で見たやつなんですけど 2D でこの側視がガイドワイヤーが入ってくるポイントってすごいカリーナから遅いんで、まあ、これはプロキシマルかなって 2D だと思ってしまうんですけど、まあ、実際 3D で見るとこんな風にいいところを通ってると、もうそれよりもむしろ側視の上に、まあ、ジェルスワットほとんどないのでこれで終了してもいいのかなっていうぐらいのことが分かります。これはやっぱり 3D じゃないと分からないかなと。実際この症例では手前が初め通っていてポッとした後こういうふうにできたっていう症例なんですけど、まあ、こういったところが 3D の利点の一つかなと思います。実際にこれで、まあ、リクロスポイントをきれいにいいところを取ることによって、まあ、我々のグループから、まあ、ジェルドストラットを減らせるということが特に LM ですね、 LM の方でジェルドストラットを減らせるということが、まあ、報告されています。ただやっぱり 3D というのはまだまだ発展途上のところで注意はする必要があります。でどういったところかというとこれ、まあ、ガイドワイヤー通っていてここのセルに入っているように一瞬見えるんですけど、まあ、ただこれエラー画像でしてこれの回避点なんですけど、まあ、こういうふうに元画像を基本的には見るようにした方がいいかなと。ここにストラットがこう上に来ているように見えるんですけど元画像を見ると先頭のストラットはこの下に来てますのでガイドワイヤーは実際にはこのセルを通っているということになります。まあ、ここだけ注意していただけたらなと思います。で最後今日のまとめなんですけど、まあ、今言ったように、まあ、ステント系の選択であるとか、まあ、様々な機能をいかに使いこなすかで切開か分岐分で、まあ、OCT を活用していただけたら、まあまあ、正直 OCT ガイド PCI というのはすごく楽しいかなと個人的には思っています。ご清聴ありがとうございました。はい、名越先生ありがとうございました。今講演の最中にですねアンケートもさせておりますのでどうぞ回答の方をよろしくお願いします。それからあと質問に関しても後で受け付けたいと思いますのでそれも合わせてよろしくお願いします。